いや、あ、なんかど真ん中にあるのもいいね。ここには、ついたてみたいなないんや。丸見え。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。この服めっちゃ好き。超かわいい。はい、おねむねむ島に到着。ん？夜だね。おねむねむだから、夢の中ということで。さあ、麺を開けてくださいな。旗が羊や羊。あなたは今、おねむねむという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑のおねむねむ島をご堪能くださいまし。ほら。じゃーん。かわいい。そして向こうから羊が歩いてくる。ちゃちゃ丸や。この島はね、一応ちょっとしたミステリー要素も入っているらしいので、初めてじゃない初めてじゃない集まりになってから楽しみ。で、掲示板を見て考察してくださいと。え、ちょっと待って。ここから順番にっていうことかな。そういうことよね。え、すごい、こういう感じなんや。なんかめっちゃストーリーになっとる。やばくない？はい、2020年3月25日。おねむねむ島の島民代表、はーちゃんです。よろしくお願いします。これはまああれよね。私もあるやつやんね。一番最初の。2020年4月30日。案内所は毎日24時間空いてますよね。昨日見たテレビ、家族とのビデオ通話、取り込む忘れた洗濯物。いつの話をしているの？あ、まあ、確かに確かに。なんか、ちょっと、若干、チラッと見えた時に怖い内容かと思ったけど。でもなんか、ほんわかした内容というか、おかしな内容ではあるけど、ちょっとなんか、ミステリー要素って聞いただけで、ちょっと不気味な感じが。確かに、いつの話なんやろ。あなたは幸せ？いきなりの。え、これは、自分で書いてるっていうことなんか。つゆ？なんか名前が変わった。しかもなんかちょっと赤く。2020年5月1日。クリスティーヌさんとフランソワさんがおねむねむ島のアイドルとして活動することになりました。みんなで応援していきましょう。かわいいお知らせ。2020年6月7日。何もなかったはずなのに、いつからあんなに青バラが。え？なんだなんだ？本当に何もなかった。前日までなかったのに。何日？ふんふん、1日、6月8日。6月、え？ 6月66日。666や、悪魔の数字。ピンクのコスモスに気をつけて。催眠？何かおかしい。え？なになになに？あなたは幸せ？ねえ、なんか点の位置が変わった。これは何か関係があるの？そして、あれの部分はさ、なんか、名前が違うよね、つゆって。また、2020年6月66。深追いしてはいけなかった。もう戻れない。どうして、いつから自分が自分ではなくなりそう？え？あなたは幸せ？どんどんなんか見づらくなってきたな。え、でもなんか、点の数が減った？はるかさんですが、病気のために妄想と現実の区別がつかないことがあるそうです。おかしな投稿が増えてきたので、お知らせさせていただきました。さっきまでのよね。え、違う違う、こっちだ。これよね。え？ 2020年7月1日。え？何？怖い。え？何？怖い。で、ちなみに案内所の右側に、はしごと高飛び棒が、どこだ？はしごと高飛び棒が、あ、あれだ。これね。ん？なんか、あ、そっか。はしごと高飛び棒。あ、なるほどね。これが入ってるよーっていう風に見せてくれとんか。オッケーオッケー、これで。なんかね、あっこでストーリーを見ているだけでもすごく不気味な感じが。しかし、島自体は可愛いんだな。ちょっと待って、すごく動けない。
動きな、こっちからはいけるの？あ、なるほど、ちょっとこれた。なんだなんだ？なんかあれよね、結構ホラー系のとことかさ、この、ま、教会っぽい音楽これ流してるとことか結構あるよね。なんなんだろうか。なんかさっきからね、ケーキがいっぱい置いてあるんよね。カフェということかな、この辺は。うんうん。この辺はね、ビアンカのケーキ屋さんらしい。いいね、似合いそう。お、金のバラがあるよ。あ、そして、そこから上に上がっていく。おー、すごい、綺麗。めっちゃ綺麗。いいね、すごいなんか壮大な感じじゃない、めちゃくちゃ。超壮大な感じじゃない、ここ。良きっすな。ここは今一体どこなの？あ、ここか。いいな、こういうチャペル。なんかすごい、色が互い違いに置かれてあるね、柱。氷の柱。こちらからは出られなかったわ。あ。悪魔みたいな女の子がおる。でもあれやん、私と髪の色と髪型が一緒だ。ね、一緒だわ、あれ。そして、ちょいとね、ちょいちょい地図を見ながら行きたいと思ってるのだけど。ここが、ここはカフェだね。はい、お邪魔しまーす。あ、かわいい。よかった。なんか外とは打って変わって、すごくかわいい感じ。ね、めっちゃかわいい。ね、思うんやけどさ、こういうトーストとかの焼き色で、アートみたいなの一人やっててどうやってやるん？なんかそこに置いておくとか？なんかそこにだけ何かを塗るとか、そういう感じ？はい、左側の部屋へ。ん？なんだか不気味な音楽だけれども。別に何もないよね？ふんふんふん。一応案内所の掲示板に書かれてあったのは、青いバラとピンクのコスモス。ぐらいかな。ピンクのコスモスにはなんか気をつけんといかんみたいやったよね。青いバラが徐々にというかいきなりか、生えてきているというのは何か、どういう意味なんだろうか。はい、そして奥の部屋へ。あ、かわいい、ハッピーバースデー。え、めっちゃこのさ、ハッピーバースデーのボード、なんか、ハロウィーンカラーじゃない？かわいい。雪っすな。あ、なんか、え？夜やったらさ、家の外こんな感じで明かりがあるん。へぇー。今さら知ったそんなことすら。ほら、これもなんか、ハッピーバースデー、ハロウィンって感じのカラーだ。ハロウィンカラーとかクリスマスカラーとかって、色だけでワクワクするよね、なんか。はい、そして、右の部屋へ。あ、こっちは、パン？いいね。パン屋さんだ、パン屋さん。なるほど。ここで、パンを買って、で、外でコーヒーとか楽しむんかな。あ、でもこっちでも OK か。コーヒー楽しむのは。この入ってすぐのところ。はい、そして、2階へ。ん？ 2 階は急にレストラン？ウェディングケーキとかが置いてある。ね、急にレストランになった。夜景の綺麗なレストラン。いいっすね。良きっすね。そういうところで食事とかないけんな。はい、そして、地下へ。おー、びっくりしたー。なんかミステリー要素、ホラー要素って言ったら、地下はさ、結構怖かったりとかするけん、若干、気持ちの、心の覚悟をしたんやけど、大丈夫やった。おしゃれなバーだ。良き。ダーツやってみたいと思いつつやったことがない。ルールもわからず。はい、お邪魔しましたー。はい、そして、その青いバラとか、とピンクのコスモスっていうのは、びっくりした。青というだけでちょっと反応してしまった。あれかな？後半ぐらいに出てきたりとかするんかな？そしてこっちが、ここがお花屋さん。あ、びっくりした。めっちゃびっくりした。はい、ここがお花屋さんということで。なんかそのすぐ横で絵を描きよる人がおるんかな。
あ、てかあれやね。やっぱあれか？ミステリーとかホラーとかいうので、そこからのハロウィンってことなんかな？このハロウィン家具がいっぱい置いてあるのは。なるほど、なるほど。いいね、こういうなんか浜辺、ちょっと行ったら浜辺っていうところで、お花を売るの。あ、かわいい！見て、月の落書き。めっちゃかわいい。お、そしてこっちの方にはなんか席がいっぱい置いてあるよ。ここがまあ一応、キャ、通れね。この辺はまあリゾート施設ということで。あ、すごい。見てこれ。超オシャレじゃない？建物や、ちゃんと。この辺とかから、まあ中に戻っていくんやね、施設内に。おしゃれー。超絶オシャレですわ。ここは案内所やろ？はい、そして、なんかすごいね、至るところにカボチャが。めっちゃカボチャが。あ、ここはエイブルシスターズ、呉服店ということで。うんうんうん。あ、ここで服縫ったりとか作業しよるんやね。お、あそこに、フランソワがいたよ、今。フランソワのお耳が見えてた。ね、ちょいちょいなんかね、その辺に咲いてある花が気になって。花が気になって気になって。はい、そしてここが、ジャックの本屋さん。いいね。外で売ってるの。ジャックと本ってもうめちゃくちゃ似合うもんね。インテリチックなメガネ姿、良き。ん？お客さん？本を買おうとしているのね。いいことじゃねえか。あ、そしてソノやって。イントネーションがおかしくなったぜ。何を言っているんだい。はい、そして、そのすぐ裏になんかね、ちょっとした遊具とかが置いてある。ここは公園ということなのかな？なんかいろんな、果物とかも、なんかピクニック楽しみよんかな？ピクニックって言うんかな？ちょっとわからないけども。そういう感じで。間にこの、ハロウィンのアーチが置いてある。あ、いいね。この高いところで、一人本を楽しむ。良き。良き。そして、おっと？まだまだ、青いバラはなさそう。で、ここが、ここはシベリアのコーヒー店。おしゃれ。じゃあこれは、あれか？シベリアの趣味ということなのかしら？この広場は。でもこの辺はカフェと花屋と養蜂場がギュッと集まった場所らしい。ん？なんかちょっと、うわぁ、びっくりした。人がいる。当たり前だけども。めっちゃびっくりした。あ、あれは、なんか南條殿、南條殿のファンって書いてあったんだけども、最初私南條殿ってなんだと思って、ちょっとね、ググったのだけども、末広がりず？お笑いの、南條さんのことらしい。末広がりずは知ってるんだけど、ちょっと個人名をよく、私は分かっていなかったので。勉強になる。で、ここが図書館。本屋さんもあって、ちゃんと図書館もあるよ。いいね。この静かな空間で、ちょっと滝の音とかが聞こえてくる。滝の音ってなんか癒されるよね。てか、水の音が癒されるよね。あ。いいね。なんだっけ？あ、これ落とし物ってこと？ほうほう。ここで、座って夜空を眺めながら、星座の図鑑みたいな感じかな。そういうことかな。そしてここがキャンプサイト。いいね。ここ多分島の一番高いところはこっちか？いや、まあでも、まあすごく景色のいい場所ということで。ここでね、キャンプを楽しむと。あ、そっか、私、はしごとかいろいろ持っとるけん。上がれんかったわ、そこ。
上がれるんじゃと思ったけど、ね、めっちゃ低木が生えてあったわ。こっちの方、あそこの人がいっぱいじゃない、人がいる場所にはどうやって行けばよろしいのかしら。この辺から登っ、あ、ここから登れる。ちょい待って。はい、ここで、ちょ、登っていこう。ここは一応ね、海賊の宝とかが置かれてあると。ほら、なんか似とるよね。ちゃんと似とるよね。すごい、かわいい。南條翔介にござりまする。そういう名前なのか、フルネーム。なるほど。なるほど。キャラクターの名前はあれなんやね。はるかさんなのね。あ、ここに。どうも。私はただ、夢を現実に。夢を現実に？どういうこと？夢を現実にしようとして、だから、何？一日で急に青いバラがパッと咲いたりしたとか、そういうこと？で、なんか、何？あの、ピンクのコスモスは、幻覚を見せる的な、なんかそんなことを言っていなかったかしら。ね、言ったような気がするよね。え、ちょい待って。これはもしや、はしごで向こう側に降りた方がいいのかしら。ほ。てかなんかすごいくっきり色が分かれてない？地図見たら。なんか右半分さ、めっちゃ色が明るく感じる。ちょ、上がらせて。あ、上がらせてください。あ、でもまだあれやね。青いバラは出てきてないぞ。で、ここ何？すごいひっそりと家が、降りられない？あ、降りられる、ここから。よ。ほら、なんかすごい、あ！ん？いや、バラじゃない。バラじゃないぞ、これは菊だぞ。ふぅ、びっくりした、後ろに。まさかの。あなたも、なりたい？あの、空いている部分には何か言葉が入るんだろうか。あれよね。あなたは幸せ？って、ずっと書いとった子よね、つゆ。つゆちゃん。はい、じゃあとりあえずここのお家の中に入っていきましょう。お邪魔します。え、すごい暗いんですけど。あ、ものすごく怖いのを想像してしまったけど、大丈夫か。まあ、あれよね、ホラーじゃなくてミステリーだから。でもなんかすごい寂れてる感が。ねえ、なんか、株とか腐ってるよ、大丈夫？もう長いことこの家には誰も住んでいないということなんかな？ね、家の中に虫も、え？ね、これ椅子に血ついてない？え、ついてますよね。え、これさ、子供用の椅子にだけ血がついとんやけど。なになになに？あ、こちら側にはまだ行けない。じゃ、ちょっと奥の部屋に。奥の部屋は、なんていうん、図書室なんかな。なんかいろいろと本を開いて読んでいた跡があるけども。なんだ？はい、そして、はい、右側の部屋へ。え？これ見て、かかしの下に、血が、なんか、お？なにこれ？え？え？ね、裏に、骨が、誰かを殺してここにずっと隠してあるとかそういうこと？黒魔術的なものに、手を染めてしまったのかしら。え？もしかして、え？あのなんか、はるかさんは現実と妄想の区別がつかなくなったので、なんか書き込みをしないようにさせました的なことを書いとったけど、あの人殺されたとかじゃないよね。え？どういう？ちょ、2階の部屋へ。うわぁ、ほら、めっちゃ黒、あ、
ピンクのコスモス。ほらほらほら。あ、監視カメラが。ほら、ピンクのコスモスでさ、なにこれ、ちょっと。え？見てはいけないものが見えたな。ピンクのコスモスに囲まれたことによってあれが見えるようになったのか？え、怖い、なに？なになになに？え？今さ、右側でなんかずっと大きい釜がぐつ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 鳴りよったけど、その釜の足元に靴が置いてあった。茹でられたの？え？茹でられたの？なんかそんな感じの地獄のやつなかったっけ？うわ、びっくり。これ地下。誰かのお墓が。あ、そして、あ、血が。壁に何かない？ない？大丈夫？え？クリスティーヌとフランソワ。あの書き込みも関係ないことはあんま書き込んでないか。え、クリスティーヌさんとフランソワさんがこの島のアイドルとして活動をすることになりましたとか言わんかった？え？死んでるの？え、なに？殺したの？青いバラ。え？外じゃなくて全部家の中？青いバラがいっぱいある。昨日までなかったはずなのに。え、なに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 ？どういうことだ？とりあえずものすごく不気味なんだけども。はあ、なんだ、びっくりした。謎は深まるばかり。あなたもなりたいっていうのは何になんだろうか。ほんと？お、こっちにも。上がれるね。オッケー。え、進めますか？ん、なんかかぼちゃ畑があるよ。あ、これチャペルの裏側なんや。え？この辺から。え、入れない。え、入れない。どう行けばよろしいのかしら。ちょ、待って、一旦下ろして。なんか他の方角から行ける？とりあえず、さささ。あれ、これ元の場所に帰りよらん。気のせいか。ふぅ、とりあえず戻ってきた。戻ってきたわ、私。こっちか。あ、こっちだ。ふぅ。で、ここがお花屋さんやろ？あ、で、ここから上がれるんか。ああ、なるほど、なるほど。で、ここから上がっていって、ふぅ、和風エリアだぜー。ふふ。よきよきよき。この辺がね、まあ、和食屋さん、ということで、いいね。なんか、急激な癒しスポットという感じ。よき。この人店員さんということよね、きっと。はい、そして、ここからまたさらにびっくりした。上に上がって、この辺もまあ。ああ、びっくりした。あ、お墓が。この二つのお墓がもしかして、通らせてくれい。く、通れねえ。こっち側か。って。いけない。いけないよー。あっち側から回れるんかな、まあ。もうさっきからすごいびっくりするんやけど。あ、フランソワ。あ、こんなところにも。お座敷だね、この辺。ほうほうほう。そして、まあ、この和風エリアの、おー、かぼちゃ畑があるよ。はい、橋を渡りまして、うわ、すげえ、かぼちゃだらけ。ねえ、超かぼちゃだらけ、すごくない？これ。やばい。よきっすな。ほら、オレンジと白。うえい、びっくりした。半妙かーい。そしてほら、ここに、二つの、お墓。これもしかして、クリスティーヌとフランソワのお墓ってこと？この、骸骨。これがはるかさんとかそういうこと？妄想と現実の区別がつかなく。
あれよね、なんか、屋敷の中でも、クリスチーヌとフランソは、なんか血まみれの二人の写真の前に立っとったのが骸骨やったもんね。あの骸骨がそういうことなのか？それとも、はーちゃんっていう人の方かな？謎だわ。そしてここにクリスチーヌがいるというね。怖いよー。一応この、ここは？このかぼちゃ畑。ここは一応ちゃちゃ丸の畑らしい。入り口入ってすぐのところにね、めっちゃうろつきよったけど、ちゃちゃ丸。あ、靴下落ちとる。え？それも、それがあれかい？いつの話なんだろうって言ったやつ？靴下。そしてなんかここに、なんだろう、不思議な世界が広がっている。むちゃくちゃ不思議な世界が広がっている。あの靴、あ、青いバラが大量にあった。ここは一応リアーナのランドリーだから、靴下。あー、ほら、めっちゃあるよ。あ、これあれじゃない？クリスチーヌとフランソワの家じゃない？あの下にあるの。え？え、違うんかな？きっとそうだと思う。このおねむねむ島のアイドル、フランソワとクリスチーヌのお家だわ。そして、ここ。ここが、はーちゃんち。ほうほう。一応お邪魔してみましょうかね。かぼちゃだらけだね、周り。お邪魔します。なんかすごい、綺麗。なんかすごい、スタイリッシュ、おパンプキンが祀られている。すごい綺麗で、すっきりとしたお家だ。ね。え、普通に綺麗だった。不気味さとかないのね。はい、左の部屋へ。あ、こっちはね、南條さんと、南條さんのお部屋らしい。なんか一緒に住んどる設定みたいな。良きじゃないっすか。はい、そして、奥の部屋へ。ほら、奥もすごい、さっぱりすっきりして綺麗なキッチン。ね、めちゃくちゃ、綺麗以外の何物でもないわ。座った。座った。要はあれかな、はるかさんやったっけ、名前。はるかさんっていう人が、なんか、ピンクのコスモス、を見せられて、なんか車術みたいな、なんか魔法みたいなかけられて、妄想と現実の区別がつかんなって、クリスチーヌとフランソワを殺しちゃった、みたいな。そういう感じ？あ、かわいい。この子たちがこの島に住んでる子たちか？ほうほうほう。かわいいっすな。こっち側にも、めっちゃおるな。歴代のってことかな？ちょっと怪しげな音楽が。ここは一体何部屋？普通にくつろぐ部屋かな？ほうほう。はい、そして、2階へ。お、2階は、ちょっとなんか、綺麗めなおじさまが住んでいる部屋。お父さんとかそういう感じ。お金持ちの。はい、そして、地下へ。あ、かわいい。このびっくりした。びっくりした。便器が開いた。かわいい、この石柄。いいね、いいね。まあ、ここは、すごい広々とした。あ、なるほど。水があるのね、下は。ほうほうほう。広々とした、バスルーム？よき。あ、なんかど真ん中にあるのもいいね。ここには、ついたてみたいなのないんや。丸見え。それはそれでオシャレということで、お邪魔しました。もうびっくりした。君は話した？私はただ夢を現実に。
夢を現実にってどういうことなんやろ？どういう夢？二人を殺すのがはるかさんの夢だったということ？そういうことじゃないよね。怖すぎる。それが夢だとしたら怖すぎる。どういう夢だったんだろうか。別にこっち側に来てみたところで、びっくりした。特に何もなく、びっくり。あの青いバラが、まあ、短期間の間に、ババ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 っと生えてきたということよね。なんなんやろ。青いバラ。なんか花言葉が関係してるとか、そういうことじゃない。青いバラ。なんなんだろうな。まあ、なんか、ね、動物の森で青いバラと言ったら、レア。みたいなイメージしかないんだけども。あ、いいね。ほら。日本庭園だわ。あ、なるほど。あ、めっちゃいい感じ。あ、すごい。ね、ちょうど五重の塔もあそこにあって、めっちゃいいやん。この景色。こういう景色をなんか作り出せるってすごい素晴らしいな。そしてまあこっち下の方に温泉が。お、こっちの方もなんかめちゃくちゃ。おー、いいね。いいね。温泉があったり。あ、なるほど。この辺にも庭石とか置いて、日本庭園に見立ててるのか。あ、そうか。浜辺にも家が建てれるんよね。なんか今までそうなかったような気がするけど。そうか、そうか。なんかすごい、フル活用、びっくりした。すごいフル活用している。いいな、やっぱり。和風なコーナーって。ね。すごい癒されるよ。こんなミステリーな空間でも。もし、え、でもちょっと待って、あれよね。ピンクのコスモスと青いバラが一応、この物語の大事な部分。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、多分私の最終的な、私なりの考察を言うとすると、はるかさんが、そのなんか黒魔術的なもの、黒魔術ってかけられる？かけられて、まあ、現実と妄想の区別がつかなくなり、フランソワ、クリスチーヌ、なんなんやろ、妬みかな？わからんけど、を、まあ、殺したと。一応、青いバラの花言葉は、夢叶う、なんだけども、怖くない？夢が叶った、っていうことなんかな？暗にそれを示していると。怖っ。